え、いきなり？サクッと動画作るために大幅カットよ。本日いただくのはトップバリュのみかんジュレ。果肉とナタデココ入りで税込み105円なんだぞ。小腹を満たすのにちょうど良さそうな量だな。こういう手軽に食べられるものもどんどん紹介していくわよ。調理工程はないし冒頭の茶番も省くことで編集時間を大幅短縮なんだぞ。週3本以上動画投稿するなら1本はこういうスタイルになるかもしれないぜ。サクッと動画作りたいならショート動画にすればいいんじゃないの？そうだよ。ショートは1分に収めるよう編集するのが面倒なんだよな。編集しながら思いついた小ボケを差し込みたいらしいんだぜ。この動画はうぷ主のおっさんが台本なしでノリと勢いで編集しているわよ。前置きはこれくらいにして、早速いただくんだぜ。見た目は普通のジュレね。ではでは、いただきます。フランもいただくんだぞ。二人とも黙りこくってどうしたのよ。せーの、味が薄い。想像の二回りくらい味が薄いんだぞ。薄味が好きな人でもこれはどうなんだろうな。私もいただきます。みかんの味はするけど確かに薄い気がするわね。ていうか果肉とナタデココが出てこないな。下に溜まってるんじゃないかしら。どんどん食べたんだぞ。半分くらい食べてようやく果肉とナタデココに対面だぜ。見づらいけどすごく小さい果肉とナタデココがあるわよ。いただきます。果肉はまあいいとして、ナタデココは小さすぎて食べた気がしないんだぞ。これは小さい。ナタデココはゴロッとしていた方が食感を楽しめるもんな。これは残念。果肉は崩れているものを使っているっぽいんだぞ。綺麗な果肉は別の商品に使って、崩れているものはジュレに使用しているのかしら。ちなみにみかんは中国産らしいぜ。産地にこだわっている視聴者諸君は注意するんだぞ。多くの人は国産と外国産の味の違いなんてわからないんじゃないかしら。わかる人はわかるだろ、多分。ちなみにうぷ主のおっさんは下バカだから全くわからないんだぞ。下バカが普段お料理動画投稿してるってま。いつか産地の違う食材を食べ比べする企画とかもしてみるか。ごちそうさまでした。今回は当チャンネル的にはイマイチな感じだったな。ちなみに口コミを確認したら星さんだったわ。美味しいといったコメントもあるから、この動画も含めて購入する参考にしてほしいんだぞ。今更だけどジュレとゼリーの違いって何かしら？ゼリーよりも誘導性がありトロッとしているものをジュレって呼ぶらしいぜ。そういうのは食べている時に言ってほしいんだぞ。うぷ主が台本なしで編集しているからね、仕方ないね。というわけで、今回は短めの動画となったがこれで締めるぜ。100円だから試しに買ってみようと思った視聴者様は高評価お願いします。ゼリーはタラミのどっさりみかんに決まってるだろ、いい加減にしろ。って思った視聴者諸君はチャンネル登録よろしくなんだぞ。あ、そうだ。今回紹介したジュレはみかんの他にブドウ、グレープフルーツ、白桃もあるぜ。みかん以外の味も食べた、食べたことある方はコメントよろしくね。それでは次回も、ゆっくりしていってね。